はい。産福祉士資格合格チャンネルの講師のつーちゃんです。この動画では、社会福祉士や福祉住環境コーディネーター、そして公認心理士などの福祉系、心理系の国家資格を見るだけ、聞くだけ、聞き流しで合格レベルにする動画となっております。えー、ぜひ皆さん見て、聞いて、学んでください。それでは行きましょう。はい。産福祉寺資格合格チャンネルです。講師のつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。 2024年版社会福祉合格テキストの33回目となります。え今日はですね、権利用語と成年貢献制度の科目より民法と相続についてやっていきたいと思います。2024年版社会福祉合格テキストの33回目です。権利用語と成年貢献制度の科目より民法と相続についてです。1番です。民法では親族の範囲をどのようなものとしているでしょうか 六神島内の親族、あ、ごめんなさい。六神島内の血族、配偶者、三神島内の姻族ですね。この範囲がですね、えー、民法では親族の範囲ということになります。2番です。血族には2種類あります。答えましょう。自然血族というものですね。これは血のつながりのある親子や兄弟などですね。それと、法定血族というものです。 養子縁組によって血族となるといったものですね。この自然血族法定血族この二つ種類があります。様です。自分を基準に前の世代のもの、父母、祖父母、おじ、おばなどを何と言うでしょうか。孫族と言います。四番です。自分を基準に後ろの世代、後の世代ですね、となるもの、子供、孫、老い、姪。 などを何と言うでしょうか。貴族と言います。5番です。自分を基準の上下に縦につながる関係。父母、子、孫を何と言うでしょうか。直径ですね。直径何々族とか言うね。そういったことですね。直径。6番です。自分を基準に横につながる関係。兄弟姉妹、おじ、おば、老い、めいなどを何と言うでしょうか。 冒系と言います。7番です。姻族とは何によって親族となる関係でしょうか婚姻ですねえ。婚姻によって親族となる関係を姻族と言います。8番です。姻族とは自分を基準にするとどんな関係でしょうか配偶者とその血族のことを言いますね。9番です。 扶養義務者が複数いる場合の扶養すべきものの順序について、当事者が協議で定めることができない場合、どこが定めるでしょうか家庭裁判所が定めるんですね。10番です。扶養義務を持つ者についてです。えー、ちょっとね、応印で表にしております。扶養義務を持つ者です。えー、いくつかありまして、まず夫婦、そして親、 直系血族と兄弟姉妹、三親等内の親族があります。一つ一つ見ていきますね。扶、え、養、ー、義務を持つ者、夫婦の場合は、夫婦相互の扶養義務があります。で、親の場合なんですが、えー、親権者の扶養義務、それと、非親権者の扶養義務があります。で、尾行なんですが、非親権者に看護に要する費用の分担義務があるということですね。 そして、直系結族と兄弟姉妹ですが、成人した子の親への扶養義務があります。で、兄弟姉妹の相互の扶養義務もあります。で、三親党内の親族については、家庭裁判所の審判により扶養義務が生じるんですね。で、この、えー、直系結族と兄弟姉妹と三親党内の親族については、経済的援助と解釈され、看護義務、介護義務はない。 ということですね。これが、まあ、あの、法的には不要義務を持つ者のくのくりということになりますんでね。ちょっとこれ押さえておいてください。えー、親権についてです。11番です。親権が乱用されたときには、家庭裁判所より何が宣告されるでしょうか親権喪失宣言や親権の一時停止ですね。こういったことが、まあ、あの、宣告されます。12番です。 上記の請求権者を答えましょう。5人です。子供本人、えー、親族、未成年貢献人及び未成年貢献監督人、検察官、児童相談所長ですね。まあ、あの、親権が乱用されたときには、家庭裁判所から親権の喪失の宣言や親権の一時停止がまなされるんですが、それの請求をする方は誰かということですね。 もう一度言いますね。子供本人や親族や未成年貢献人及び未成年貢献監督人、そして検察官や児童相談所長ができるということですね。13番です。民法改正により2022年令和4年4月1日から成人年齢が何歳となったでしょうか ?18 歳ですね。つい最近ですね。えー、1年ちょっと前、1年半ぐらい前。 に、えー、成人年齢は18歳となりました。14番です。成人年齢が18歳になることで何ができるようになるでしょうか父母の親権に服さなくなり、一人で有効な契約をすることができるということにですね、えー。相続について見ていきたいと思います。15番です。民法で定められた法定相続人を4人答えましょう。 はい。配偶者、そして子。これが第一順位ですね。そして直系孫属これが第二順位。そして兄弟姉妹。これが第三順位となります。16番です。上位の法定相続人がいる場合は、下位の人はどうなるでしょうか法定相続人にはなれないということですね。まあ、あの、配偶者子。 えー、直系存続、兄弟姉妹がいる場合は、まあ、それよりも下の方ですね。えー、まあ、いとこであったりとか、そういった、こう、もうちょっとですね、あの、会の方は、まあ、当然ですね、法廷相続人にはなれないとなります。17番です。法廷相続分についてです。はい、これもですね、えー、表にしております。 えー、相続人が配偶者のみ。まあ、奥さんだけとか、えー、夫だけとかですね。そういった配偶者のみの場合は、相続分は1ですね。まあ、100分の101ということ。で、尾行は第3順位まで不在の場合となります。で、えー、次に、えー、第1順位、第2順位、第3順位見てい、見ていきたいと思います。で第1順位ですね、えー。配偶者と子供がいる場合ですね。 その場合は、配偶者2分の1、子供が2分の1、半分ずつですね。え、ただしなんですが、子が死亡していれば、孫が大衆相続します。まあ、変わって相続するということですね。で、まも、孫も死亡していれば、ひ孫が再大衆相続。えー、また、孫の代わりに変わってひ孫が相続するということですね。微行なんですけれども、子はこの人数で当分ということ。これどういうことかと言いますと、 配偶者は必ず50%、2分の1が取れるんですね。で、子供は2分の1なんですが、まあ子供が1人という限らないですよね。2人とか3人とか4人いる場合は、この半分を、その、この人数分で分けるということなんですね。で、第2順位の場合ですね。配偶者が3分の2。そして、直系の存続が3分の1ということですね。え、子で、子と分ける場合よりも、もっともっとこの、 えー、少なくなるですね。配偶者の取り分が多くなるということですね。で、父母が、えー、いなければ祖父母になります。で、第3 0位ですね。兄弟姉妹の場合ですが、これは配偶者が4分の3、そして兄弟姉妹が4分の1、さらに少なくなりますね。兄弟姉妹の場合は。兄弟姉妹が死亡していれば、老いや姪が大衆相続、まあ、代わりに相続をしますよということになります。 18番です。相続人となるべき資格を持っていても、詐欺や脅迫によって遺言をさせたり、遺言書を偽造したりするなど、違法行為があるときにはどうなるでしょうか相続人となることはできないとなります。これを相続結格と言います。19番です。相続人となるべきものが、非相続人に虐待や重大な侮辱を加えたときや、 生きてるし非行があったときはどうなるでしょうか非相続人の意思によって相続人の資格を失わせることができるとなりますね。これを排除と言います。これはですね、まあ、勝手に、まあ、そういうことができるということではなくて、家庭裁判所に請求をして、まあ、排除ということがなされるとなります。20番です。えー、着出死と言うんですが、着出死。 と、非着出子がいる場合、非着出子の相続分はどうなるでしょうかはい。えー、着出子と同等なんですね。まあ、着出子というのは、ちゃんと、こうまあ、ああの、ちゃんとというか、結婚されて、えー、それでできた子供のことですね。えー、で、非着出子というのは、えー、婚姻されてない関係で、まあ、ああの、女性の方が、え、子供を産んだ、その子供のことを、非着出子と言います。 えー、2013年、平成25年の民法改正で着出子と非着出子が、えー、相続分は同等となったんですが、それまでは着出子の半分だったんですね。非着出子の相続分がね。これはもうあの、2013年の民法改正で同じになったということですね。21番です。非相続人が遺言で遺産分割方法の指定をしていた場合はどうするでしょうか それに従うんですね。指定がない場合は、相続人の間で協議するとなります。22番です。生前贈与を受けた人や、婚姻時の費用などで相当の財産の贈与を受けた人、遺言で特別に何らかの財産をもらう、遺贈を予定している人を何と言うでしょうか。特別受益者と言いますね。 23番です。長年にわたって非相続人と共に事業を行ったり、非相続人を介護するなど、相続財産の維持や増加に特別の寄与をした相続人がある場合に算定するものは何でしょうか寄与分と言います。24番です。2018年、平成30年の民法改正では、 義父母を介護した相続人の配偶者など、どんなものに何が認められるようになったでしょうか相続人ではないものの特別の寄与が認められるようになったんですね。まあ、あの、よくある話ですよね。えー、義父母、自分の親、えー、父や母ではない、まあ、義理の母、父や母を、えー、長年介護していた相続人の配偶者、まあ、いわゆる、まあ、奥さんとかが多いと思うんですが、 そういった方にも、相続人ではないんですが、特別な寄与が認められるようになったということですね。25番です。相続人以外のものに、特別な寄与が認められる要件を答えましょう。はい、えー、三つなんですね。え一、ー、つが、非相続人の親族であること。これ、親族じゃないとダメなんですね。そして、二つ目の要件が、えー、まあ、その、非相続人の親族のものによる、 療養看護、その他の労務の無償提供があったこと。そして3つ目が、2により、非相続人の財産の維持、増加に貢献した、しているということですね。この3つの要件があると、相続人以外のものに特別の寄与が認められるとなります。26番です。生前時 や、遺言によって、非相続人が自身の財産を処分することは自由ですが、遺産の一定割合については、相続人のために確保されることが約束されています。この一定割合を何と言うでしょうか。遺留分と言います。はい、えー、今回ですね、試験対策として、権利用語と青年貢献制度の科目より、民法と相続を取り上げています。 まあ民法といってもですね、かなり、まあ、範囲はね、めちゃくちゃ広いんですが、まあ、この社会福祉で問われるところですね、権利擁護と青年貢献制度では、まあ、あの、こういったところですね、ええー、まあ、あの、ある程度、あの、的は絞れて、まあ、範囲は狭まっていますのでね、今日この動画で開けたところぐらいはですね、えー、しっかりと覚えてください。そして相続ですね。これもですね、かなり重要です。ただし、この相続のルールが分かっていると、まあ、あの、解けます。 そしてですね、あの、法改正によって、えー、着出詞と非着出詞は、えー、相続分が同じになったとかですね、問われやすいところは必ずありますのでね、そこをしっかりと押さえておいてください。はい、えー、何度も何度も繰り返し動画を見て聞いて覚えてくださいね。聞き流し、がら聞きて OK ですのでね、生活のちょっとした隙間時間や空いた時間、通勤・通学の時間、夜寝る前の30分とか、朝起きた後の15分や20分でもいいのでね、 え何度も何度も繰り返し繰り返し見て聞いてですね、えー、しっかりと覚えてください。はい、えー、社会福祉の合格的騒動がまだまだ上げていきますのでよろしくお願いします。以上です。